トレードマークのサングラスどっか行ってしまってん。もし見つけた方、コメント欄によろしく。朝ごはんは最近まともな食事をとっていませんでしたんで、反省して原点に戻ります。フルーツグラノーラを豆乳でいただきます。体重測定のコーナー、69キロジャスト。ちょっと減ってきた気もするけど、まだ短いスパンなので安心はできません。いや、調子悪いながらもなんとか走ってくれてますね。24キロぐらい走ってくれりゃいいけど。はい、疲れた。はい、こいつ飲ませます。今引き返せばね、ここちょうど12キロなんで予定の24キロです。しかし続行だ。昨日の自分に、走る距離は段階を踏めと言われていたのに、長い距離を走ることを決めてしまいます。大丈夫なんか。気づいたらかなり遠くまで来てしまいました。さすがに固形物を食べた方がいいと思いましたので、ソイジョイをいただきます。ウエス・クレジランナーです。というわけで、今日は予定していた24キロよりももうちょっと増えて 33.9 キロっすね。なかなか走れました。まあこんな調子でね、腰の調子がどんどん良くなってくればいいんじゃねえかなって話なんですけれども、雨も降ってるけど全然気にしねえ。さて、今日めちゃめちゃ幸せなね、自由な生活をしているんですけど、今日自分に言い聞かせたいことは、そう、自由を絶対に獲得し続けろということ。ちょっと前睡眠の話した時にも話したんですけど、今自分サラリーマン時代じゃ考えられないような状態に陥ってるんですよね。好きな時に寝て、好きな時に仕事して、好きな時に走る、そんな生活を手に入れています。マジサラリーマンの時じゃ考えられへんで、これからも頭使って体使って絶対に自由は手放さないでほしい。ただね、気をつけなきゃいけなくて、自由って劇薬やねん。自由ってシンプルな言葉だけだとめちゃめちゃいいなって感じになるんだけど、そうじゃない。自由は究極の不自由にもなりうる。今まで誰かから仕事をもらってお金をもらっていた、そんな状況からいきなり自由になりました、そして好きな時に仕事してください、あとは自由ですって言われると結構きついね。自分を律することができない。俺もそうだった。なんで、もし自由が欲しいっていう方がいたら、ちょっとずつやるのがおすすめです。今ノーリスクで新しい仕事をすることは全然できます。もう詳しく言ってると長くなっちゃうから、もしかしたらブログに書きます。そっち見てください。究極の自由に耐えれるのは、多分こういう頭がおかしい人じゃないと無理だ。まあいろいろ言ったけど、自覚している通り、お前はめちゃめちゃ頭がおかしい人間やねん。なんで、自由じゃないと絶対に耐えられない。だから、自由を獲得し続けろ。自由をこぼすな。オッケー。雨もやんだし、最後まで無事に走り切れそうです。はい。最後の美味しそうなやつ買ったから、残金は16円だ。お夕飯は見覚えのある魚と魚と草とヨーグルト。ヨーグルトはガチプレーンで食べましたが、これがなかなか味わい深い。もう多分人生において甘いヨーグルトは必要なくなりました。今日のリザルトです。走った距離に対し食事量が少ないため、1000キロカロリー以上の効果が出てくれました。ただし問題は、走るのに時間がかかりすぎていること。明日以降は運動強度を取り戻すことが課題です。1ヶ月減量チャレンジ、墓場への手紙。